榊原さんにもお伺いしたいんですけれども、今回そのミクル選手から、指名があったということなんです。そこを聞いた時のこう気持ちといいますか、そうどう思われましたか。まあ本気モードだなっていう、まあその前からも本人ね、格闘技にすごくこう前向きにやらされてる感じゃなくて、格闘技にこんなに真剣に向き合ったことがないかなっていうぐらいだっていうのも聞いてたし、うん、まあ本当にこう得てして、まあ例えば僕らがケランモフとやらないって言っても断る側に回りそうな強い相手だと思うんです。一番まあ本人が聞いたらブガールが怒るかもしれませんけど、地味強な感じでも、そこをあえてね、本人も言ってますけど、険しい道を行って本当にベルトに向かって一気に集中して、まあ、ライジのベルトダッシュしたいっていう思いが伝わって嬉しかったですね。本当にそういうモードに入ってるミクルに向き合えたことをちょっと感動しました。これはミクル選手が勝利したら、次はタイトルマッチというのは間違いない。もうそうですね。